ベンマ製材、モックスペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売の奥島商店です。月が今日から変わりまして2月1日ですね。あっという間に1月も終わってしまいましたけども、どんな1ヶ月だったでしょうか。元旦に思ったことが皆さんできていたでしょうか。私も甚だ疑問のところがありまして、もう一度ですね見直して新たにスタートを切り直したいなというふうに思っています。今朝ですね、新聞の見出しにイギリスがですね TPP へ正式に参加をするというような記事がありました。 EU を離脱して TPP に正式に入るというようなことですけども、背景にどんなことがあって、またそれによってどういうことがあるのか、ちょっと私どもには想像つきませんけども、コロナも含めて世の中がいろいろと動いているんだなというふうに改めて感じました。ベーマス製材のこと、モックスペレットのこと、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売並びにカタログ通販、ファーストリフォームに関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。 LINE からもお問い合わせできますので、友達登録をしてからお願いいたします。